おはようございます。寝起き30秒後の元男の子の秋香なんです。この後事務所の先輩でもあり、あの YouTube の CM 好きなことで生きていくに出演されていた桑池さんとコラボ予定なんですけども、コラボすると言っても困ったことがあって、私と桑池さんって動画のジャンルが全然違うんですよ。やってることが普通にコラボしたところで多分あんまり充実感のある企画が取れないわけですね。ただもう撮影当日で、しかもやる内容がですね、くら寿司、私が大好きなくら寿司さんのお寿司を桑池さんと青木香音で食べながらいろいろ話していこうみたいな、まあそれもいいけども、結構企画の充実度的にはまあ難しいかなみたいな、じゃあどうするかって考えた時に、桑池さんが話している語尾の言葉、いわゆるしりとりですよね、しりとりを私はいかに桑池さんにバレずにこのくら寿司の会話中にやっていくかみたいな。なのでくまみきさんとご飯を食べながら私はサイレントしりとりして、いつバレるのかっていう検証企画やるので、皆さんはですね、私がくまみきさんの返答をどうしていくのかを、そこを注目しながら、よかったら動画見てください。では行ってきます。こんばんは、元男の子の青木かのんと。こんにちは、元から女子のくまみきです。なんで私とコラボしていただけることになったんですか？いや、私がただただ会いたかったっていうのが。全く接点がなんかないんであろうって思ってる方多いと思うんですけど、多いと思います。実は意外とあったっていう。今回ですね、元から女子と元男の子で、楽しくくら寿司さんのお寿司を食べながらまったりお話ししていければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと頼んでいきますか。くら寿司来ます？この前すごい何年ぶりかに来て、ポテト美味しかったよ。これ宣伝なんないじゃないですか。全然ポテト美味しかったなって。聞いて聞いて。美味しかった。縁側が美味しかったとか言いましょうよ。ポテトがすごい美味しかった。すごい昔はポテトが食べたかったと、回転寿司のポテトがうまいという噂を聞いて、だから嬉しかったの。ちょっとそれだけですか。ちょっと落ち、もう落ちないのが女子だって。さらに聞かれると思わなかった。そうね、私もちょっと段取り不足でしたね。すいませんね。いや、そこ深掘りですか。ちょっと冷や汗がもう止まらないんですけど、いきなりの出まして。すごい汗かいてきた。私もですよ。してくださいよ、あの大先輩です。違うの、同期なの。やめてください。同期なの。この差は一体何なんでしょうか。違うの。始めたての頃合ってるんだって。ちょっとそれだけ一応視聴者さんも、二人はどういう関係性が混乱するから、一応頼みながら話していきましょうか。できるできるできる。それできる。多分マルチタスクいけるんで。途中でアポテトあったとか言っちゃうよ。まずじゃあ熊木さん頼んでください。まず熊木さんはあれなんですよ、私があの YouTube 始めた登録者100人ぐらいの時に、 YouTube のパーティーで、あれ君もぼっちなの、じゃあ一緒にぼっちを慰め合いしようかみたいな感じで。そんなキャラの。でもそうじゃなかったですか。そんな王子様、君もぼっちなのみたいな。結構ぼっちじゃなかったですか。超ぼっちで、はい、周りみんなパリピで、はい、あ、マジ居場所ないなってところにかのんちゃんそういう多分雰囲気をまとってたんでしょう。私はとっつきやすいっていう。とっつきやすかったのでちょっと落ち着かせていただいて。頼んでくださいよ。ちょっと本当あれなんです、 YouTube のパーティーで傷の舐め合いをしてたんですよ隅っこでね、はい。したらいつの間にかなんかウームに入ってて、あ、裏切られたって言ってた。あれみたいな。めっちゃ裏切られたみたいな。そう思われてたの。まんまとはじめ社長とコラボしてるし、あ、なんか、あ、もう住む世界違うんだなって、出会って半年目ぐらいで語りました。そうでしょ、はい。そんなにも、ちょっと悲しいよ逆に。それからの、あのまた再会です。朝もりもりポテト頼むね。はい、頼みましょうよ。くら寿司さんに協力していただいてるんで今回。いや、偉くなったもんですよ、 YouTuber も。このくら寿司さんとこうやって撮影協力で協力していただいて、すごい。シャリハーフがある。シャリハーフでしょ。女子ですね。女子です。じゃあ私も今回シャリハーフで。何ですか、何ですか。いやいやいや、肉団子さんのこのマナの塩。1個頼んだ。1個ですか。マジですか。いや、待っちゃうかなと思って。じゃあどうしようかな。じゃあこの青木も。ポテトは頼んだよ。青木も。この青木も。青木も。青木もがあるのかと思った。このくまみきは何頼んだんですか。なんか中トロ。お、いいっすね。中トロ一貫。リッチなタイプのやつを頼んだんですって。そう。じゃあとりあえずこれで私も食べました。何頼んだの。ホタテです。ホタテうまそう。ホタテ。ホタテ。
ホタテ？ポテトなんでホタテって発音ちょっと寄せてみました。仲良くなりたいんで。いらないその寄せ方。私なんか出身どこってなった思います。私もホタテ真似したい。これを着たら早速あの本題に入りたいと思います。ちょっと話していきたい、いろいろ聞きたいことあるので。ちなみにくら寿司派ですか、それとも何寿司派とかありますか？何にもないです。あ、ないですか？何でも美味しいです。あれですね、多分銀座とかに行ってんでしょう。でもお寿司屋でバイトしてた。本当ですか？うん、高校生の時。全然なんかそういうイメージないですね。本当なんか原宿でなんか働いてるみたいな。いや全然その時はまだ高校生だったんで。マジですか？なんかここだって昔なんか綿あめっぽい色してませんでした？名残ある。名残今これ紐球。ごめんなさい、カメラ切った瞬間どうしよう。紐球のマスカット味私好きだったんですよ。あ、じゃあ好きっていう表現。あ、そうです、もちろん好きっていう表現ね、はい、オッケーオッケー、受け入れるわ。あ、来た、ポテトです。お、ポテトだ、ポテトです。これってこれごと取ればいいの？多分お寿司ごとの値段とかのやつですか？あ、なるほどね。最後ここに入れるんだよね。来ました。来ました。くまみきさんが頼んだのが、くまみきさんが頼んだのはホタテ。ホタテですね。私もホタテです。あとポテト、ポテト一緒に食べたい。あとこれが、え、あれ、これ私かも。あ、これ本名やべえや、ぶち込んでくるやん。秘密ですよね。めっちゃぶち込んでくる。まだ多分お会いして4回目ぐらいですけど。本名知ってたっけみたいな。いや、私調べました。あの昔調べました。でも別に隠してはなかった。本当ですか？隠してなかったけど、みんなに聞かれるから面倒くさくて隠してる。いただきます。いただきます。食べやすそう。そうですね、食レポとしてはやばいですね。あの口に一口に入れたから食レポできないっていう。うん、これ一口じゃないとむずいよ。やってみなよ、わかるよ。うん。じゃあガッカ不適症なんで顎外れるかと思う。じゃあちょっとくまみきさんにいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、くまみきさんって元男の子と会ったこととかってありますか？うん、ある。初めてっていう方が良かったやつ。強いインパクト与えるなら。あの子は来たよ、ふぐたくん。え、ちなみに、あの、あれですか、あの、元男の子さんとは、なんか、あの、交流とかあったりするんですか？他にも、うん、ちょこちょこ、いるかな。なんだろう、あの、例えばどんな。何でもあるんですか、ちょっとやめてくださいよ。なんか、あの、服飾出身じゃないですか。うん、なんか、デザインの人って、業界用語で、うん、お兄さん、お姉さんですかっていうの知ってます？いや、知らない。え、なんかこういうアーティスティックなことをやってる業界の人って、こっち系の人多いみたいなイメージ。あー、でも、多いし、どっちでもないって子もいた。多分それって私はどっちでもないっていう子もいたから、なんか いろんなタイプの方に出会いながら人生を歩んでます。すいません、あ、なんか、うん、やっぱいろいろ経験されてるんですね。ちょっと笑うのやめてもらっていいですか？人生経験ががっつり、なんかあれですね、あの、食べていきましょう。はい、はい。お、ちなみに寿司ネタとかって何が好きですか？寿司は甘エビ。ビントロとかどうですか？好き。きっかけとかなんか、え、きっかけなんだろう。あとウニも好きだけど、どうしてですかそれは？え、なんだろう。きっかけウニだけは覚えてて、昔お寿司屋さんでバイトしてたんだけど、どういったきっかけでお寿司屋さんでバイトしたんですか？高校生の時にバイト探してて、友達が働き出したから私も行くって言って、地元の友達で仲いい子でみんなで一緒に働いてて、でそこが結構高級なお寿司屋さんだったんだけど。どこですかちなみに？すごいところじゃないですか。最初です。デビューがそこだったんですね。デビューがそこ で、はい、でそこで美味しいウニを食べたら、今まで嫌いだったんだけど食べれるようになって、そこから結構何でも食べれるようになったせいで進めた。楽しかったですか？めっちゃ楽しかった。何で笑うんですか？いや、なんかちょっとチップもらってたなと思って。手巻き寿司屋さんでそういうことってあるんですか？やっぱりそういうチップもらうって、なんかあったの？チップもらってるとかって言っていいのかな？何でもいいんじゃないですか？何でもいいのかな？それは、はい、なんか大丈夫かな？中にはそういう方もいますよね。あ、どうぞ食べてください。これが中トロです。中トロ。中トロは好きですか？好き。いただきます。くまみきさんが食レポしたの珍しいですよ。
食べるためにカメラが寄ってくる。おいしい、溶けるルンルンですね、気分は。めっちゃ重いルンルンです。すいません、なんか私もちょっと食べよう、頑張って、あの食レポ負けないように。ルンルンですよ。よく噛んでなかったからちょっと苦しかった。ルンルンです。なんか頼まないですか、物食べてください。今日はこの青木のおごり、おごらさせていただきます。あ、ごめんなさい、それはダメだ、先輩に言えない。ごちそうさせてください。どうしよう。よく食べるものは何ですか。サーモンと甘エビは絶対食べるから、サーモンを食べよう。サーモンレアステーキ、カリカフが食べた。高そうですね、なんかレアっていいよね。ね、ちょっと食べてください。ちょっと実はちょこちょこ食べてる。今何て言いました。実はちょこちょこ食べてる。何を考えてるの。まあ食えよ。よし、わかった。違う、ポテト美味しいって感動したのを分かってほしい。いきますよ。うんうんうん、早い。早い。いいですね、これ。美味しい。いい感じです。本当に思ってました。感動もんですよ、これ。はぁって、さっきから何で笑ってんすか、こんなに。酔ってる。ルートビアとかだったら私酔ったりするんですけど、うん、全然ビールとかで飲まないです。あ、さっきちなみにビール飲んでるんですけど。うん。めっちゃ食べてる。なんか何食べました今。今ね、サーモン。あ、そうだ、その周りにはいなかったんですか、元男の子さんとか。周りにはよって。例えばその街股で今だと有名なその LGBT 系の人とか、いろいろレズとかゲイの人とかいるじゃないですか、うん、そういった方とかもいなかったんですか。いなかったって言った方がいいの。ノープロブレム、全然ノープロブレム。無理になんかそんなあのあれです、特に過剰な S とかしたりしないんで私は。いいね、普通に素で言えばいいんだよね。ね、そうですよね、全然それはもう素を。はい、素でどうぞ。素で高校生ぐらいからちらほらだかな。なんかあれですか、なんかそういうことを知るきっかけとかあったんですか。なんか周りで女の子同士であれ付き合ってるかもとかあったりとか、あと私専門学校行ってて、服飾のその時だと結構アート系の方がなんかそういうの多かったりとかってよく会うと思うんだけど、そんな感じで結構周りにいたかな。なるほど、うん、偉いね、ちゃんと名刺持ってたんだね。電話番号とかも書いてあったから、私登録してましたよ。かけてよ。よくだって分からないと思われてるかもしれないから、かけれなかったですよ。私カノンちゃんはめっちゃちゃんと覚えてて、で気づいたらなんかルームにも入ってるし、めっちゃツイッターにもいるから、ずっと会いたい会いたいってどうしよう、わざわざ会いたいっていうのもなんか最近綺麗になったなと思って、可愛いってリップしたり。ちょっと気持ち悪い関わり方してたんで、ちょっと今日会えて嬉しいです。すみません、なんかこんなやつで私も嬉しいです。両思いだね。ね。ちょっとこれいつまで続きますこれ。もうそろそろいいですか。切った方がいいかもしれないですね。てってて。動画になる？全く今でも気づいてないようですけど、実はですね、あの熊めきさんと話してる時になんか違和感とかありませんでした。違和感？はい。ちょっと違和感。ずっと良かったありました。例えばどんなところがですか。すごい緊張してんのかなって。全然緊張してないですよ。実はですね、くまみきさんと話すときにあのしりとりしてました。えいつ。ずっとしてましたよ。それ気づかなかった。だから言葉のワードチョイスがちょっと違和感ある。だから返答が変だったんだ。なんかめっちゃ毎回考えて返事するけどなんかよくわかんない。それを全くなんか疑う感じもなく話してきたから、くまみきさんってあんまり頭良くないんだなと思いました。バレてる。いつから。最初でも本題に入りますねって言って、あのお寿司を食べ始めの時から開始してました。本題入りますはしりとり始めますねってことだったの。そうです。全く気づかなかった。実はすごいですよね、気づかないの。全然気づかなかったですね。あ、気づいてますよね。もちろんもう言ってますよ。ちゃんと視聴者さんに、あ、ここは笑うところ、笑いどころだぞという感じで笑い声入れてくれたんですよ。なんでもそうなの。
こうずっと私考えながら話してたんで全然味わえてないですよ。もう一回そう、私が喋った後の返事がちょっと間があったからすごく編集しやすいように間を空けながら喋ってた全くそんな意図はないですもうただ私のボキャブラリーがなさすぎて全然。今から美味しく食べてね。今から私にとってはくら寿司の本番です、はい、ということで今回ですね、くまみきさんと美味しくお寿司を食べさせていただきました。この後ですね、くまみきさんとまたあの楽しい撮影しますのでぜひくまみきさんのチャンネル画面の下にありますのでこちらもチェックしてみてください、はい、ということで今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、LINE 公式アカウント、TikTok もありますのでそちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。何か視聴者の方に一言。みんな気づいた視聴者さんはあのオープニング時に私 の, あの企画説明聞いてますのでなんかすごい会話下手なのかもしれない。なんか返答に困ってる、どうしようって思ってきたよ。全然はい、ということでさよなら。